皆さん明けましておめでとうございます。タカです。ですね、今年2016年、今年の目標は、いくつかあるんですけれども、まずこれをちょっと飲もうかなと。金箔入りの梅昆布茶、こいつです。でこれおみくじがついてるんですよ。こんな感じにおみくじ付きの梅昆布茶3つで、おみくじはね、僕も初詣に行ってきたのでおみくじ引いてきたんですけど、まあここもね、ちょっと一応このおみくじも引いてみたいと思います。ちなみにね、初詣で行ったところは、おみくじは大吉を引きました。僕結構ね、大吉を高確率で引くんですけども、今年も大吉でした。でこっちはね、いつもね、まあ、去年もねこれ飲んだんですけど、はい、中吉、中吉でございます。こっちは大吉じゃなかったね。意志を強く持って堅実に実行すると運勢は上昇します。心を新たに。なるほど。じゃあとりあえずね、梅昆布茶、金箔入り梅昆布茶いただきます。こんな感じですね。おいしい。はい、というわけで今年の目標、まあとりあえずね、僕は万年筆に関してはいろいろと、去年はね、まあパイロットがすごく好きで、でその次セーラーが、でオートプラチナみたいな感じの印象を最初はね持ってたんですけど、なんかね、いつの間にか、まあパイロットは僕の中でやっぱ一番かなっていう気はするんですけど、その次にねプラチナがいいなみたいな、まあカーボンペンとかバランスを使っているうちにちょっとプラチナの良さをちょっとずつ知ってしまったみたいなね、そんな感じなんですよね。だからプラチナをもう少し使ってみたいなとも思ってます。でもまあ新しくちょっと手に入れたい万年筆としては、まずはもう今年はフォルカン行きたいなという気持ちが今はという感じですね。で今年はあとはカリグラフィーもね、ちょっと勉強してみたいなと思ってます。カリグラフィーとあとはインク色味の違いとかももっと詳しく知ってみたいなと思うし、やってみたいことは山ほどあるんですけどね、まあ、ちょっとずつやっていきたいなと思います。まあ、去年はアリエクスプレスっていうね、ちょっとお遊び的に面白いところを見つけたんで、まあ、そこでいろいろと買ってみましたけども、まあアリエクスプレスはもういいかなっていう感じですね、僕の中では。まあすごい面白そうな、なんかおっていうのがあれば多分買っちゃうんでしょうけど、というぐらいですね。
なので、今年はいい万年筆、いい万年筆っていうか、値段もねそれなりにはすると思うんですけど、2016年のベスト万年筆にどれ選ぼうか悩んじゃうっていうぐらいのこうお気に入り万年筆たちを見つけたいなとも思ってるし、といってもねそんな数買ってもしょうがないんですけど、多分今年ものんびりまったり、僕もねマイペースで行くと思いますけれども、お時間あったら、ぜひ動画を見ていただければと思います。今年もよろしくお願いします。タカでした。